をどうぞご覧ください。それではお願いいたします。すみれ組は一人一人にとても個性があり元気がいっぱいです。4月当初はバラバラだった子どもたちも今は椅子に座って活動が始まるのを待ったり手遊びを真似して楽しんだりしています。また届くと友達同士で関わりを持とうとし話しかけたり一緒の空間を楽しんだり友達が泣いているとどうしたのと心配して頭を撫でてあげたりと子どもたちの成長をたくさん目にします。言葉の数も増え自分の意思をはっきり言えるようになりやりとりも楽しいです。トイレトレーニングも始めていますがこれからはパンツトレーニングも始めていきます。あ、お名前なんですか？はい、みなとくんです。何歳ですか？はい、2歳です。よく頑張りました。踊りが大好きなハンポ踊り A 組さん、早く踊り練習したいと努力的に毎日の練習を頑張りました。今日はたくさんのお客さんを前に少し緊張してしまう子もいますが、可愛いチキとトンボを温かく見守ってあげてください。それではお願いいたします。
では、ごこ遊びや自分たちで考えた遊びなどをして毎日楽しく過ごしています。散歩坊組さんでの残り2ヶ月となりましたが、楽しい思い出をたくさん作って過ごせていけたらと思います。今日は大勢のお客さんの前でしたが、子どもたちも頑張ったと思います。それでは、子どもたちに自己紹介、お名前と何歳ですかと、大きくなったら何になりたいかを言ってもらいたいと思います。
世界最悪最強のカラボス様を指先つっと動かすだけで空は真っ暗花は枯れああいうものが化石とガス
お姉ちゃんどうだった？コロナ姫。どうだった？嬉しかった。どうだった？